間違う場所にいたから気づけない。ちょっと待て。なんだ、やっぱりキルちゃんやったんか。あれマジマちゃんやないか。え、10年間スタイル変えないじゃん、マジマちゃん。約束したやないか。気持ち悪い。お前を四六時中見張る。10年間見張り続けてくれてたよ。この人メインヒロインなの。それや、そうなんだ、この人はヒロインなんだ。あ、なんかそうやって言われるとなんか瞳の輝きがヒロインに見えてきたわ。うん、なんか瞳の輝きが違う気がしてきた。する理由はわっ、あ、やっぱすごいヒロインの輝きしてる、目の輝き見たよな。おお、戦う、とうとうマジマちゃんと戦えるの。ヒロインと戦うなんて斬新だね、竜が如く。その挑戦受けて立つ。やめんな、いって、やばい、大ピンチ。うわ、いてー、負けちゃった。あ、ハムノはガードできないんだ。そうなんだ、ずるい。あ、ヒロインの、またヒロインの瞳してる。取り戻してみる。もうメインヒロインの輝き、瞳が。俺もこのままじゃ終われねえ。キリュちゃん、この人の態度の変わり方怖い。さあ始めようやないか。あれ、お前24時間365日監視しやがって。何してくれてんだ。何やっとんねん。ヒッヒッヒ、この前よりはチートだけマジになったみたいやの。マジマの兄さん、ほんまは手出すつもりなかったんやけどな、親父の命令じゃ仕方あらへん。俺がいかんとしか下のもんに示しがつかんからな。ま、こんだけやれ十分やろ。お前と本気の喧嘩をするのはまた別の機会にお預けや。ほな、はよ行けや。外でごっつえらい気合い入れてお前を待っとる人がおる。はあ、パパか。久々にあの人のフルパワーっちゅうやつを見られるかもしれん。せいぜい頑張れや、キリュウちゃん。回復しとくか。